はい、皆さん今からドスコイがワイキキのあのうんちく言いますよ。さっき2時間ぐらい前に手に入れたあの得たばかりの知識、あのドヤ顔で言いますよ。ワイキキは、はい、ワイはこのハワイ語で水っていう意味なんですよね。でキキは湧いてくるみたいな、湧くっていう意味なんですよ。だからワイキキは水が湧く場所なのです。ほらドスコイよく知ってるでしょ。ワイキキ、水が湧くっていう、水が湧く、まあっていう名前の町なんですよ、これ。でね、本当にここ水が湧くらしくてね、あのなんかね、ハレクラニっていうねホテルがなんか向こうにあるんですけども、これかな、まあ、なこの辺にあるんですけどね、あるんですけど、そこの前にね、なんかね、サンゴ礁がないところがあるんですよ。そこだけなんかサンゴ礁ないらしいんですよね。そこなんでサンゴ礁がないかっていうと、あの水が湧き、海の中から水が湧き出てる、海なのに水が湧き出てるんですよ。だからそこだけ塩分濃度がなんか薄くなってて、で、サンゴ礁がそこで生活できないらしいんですよね。うん、まあ、うん、だからそこはだから海なのに水が湧いてるっていうことを教えてもらいました。ん